皆さんこんにちは。こんにちは。今回は宮里美香プロ登場いただきました。スペシャルレッスンということで、ゆこちゃん、あきちゃんに宮里プロの生レッスンを受けていただきたいと思います。かっこいいトップを作りたいんですよ。一番はここの肩の形なんですけど、ちゃんとこう顎下に収まるっていうか、曲線が好きなんですよ。そんなことか。で、反って、突っ込むこともある。はいはいはい。上半身のこれ、これ、これ、うん、きれいきれいきれい。動かせてる。おお。ここまでいってるから、逆にここで止めていいかな。お願いなんですけど、はいはい、宮里プロのウェッジでアプローチ、はい、打ってみたをやらせていただいてもよろしいでしょうか。打たせてもらって出るかな。よろしいんでしょうか。はい、ちょっとサムネ用に。あ、すごい。これメッキないですもんね。そうです、錆びますよ。メッキないんです。3、4、なんかあるうち、バンカー越えの3、4、10ぐらい、はいはい、そう、ちょっとピン手前の、はい、そう、バンカー越えじゃない、ショートが多い。あ、だいたい大きいですね。大きい、バンカーを絶対越えたいね。そう、そういう時か。なんか狙っちゃうと、うん、やっぱショートするかダフったりしちゃうんで、入れたくないからバンカー。そうなったやっぱ大体ちょっと大きくなっちゃう。うんうん。しかも、まあ、大体そういう時ってラフじゃないですか。うん、まあ確かに。じゃあもっと難しい、トップしてビーンって言っちゃう。一番ね、難しいシチュエーションだと思いますし、うん、あといて逃げたくないんで、まあ、一番はイメージですよね。はい、どういう風な球を打ちたいか、うん、ただ超えるだけなのか、うん、しっかり寄せたいのか、うん、どっち乗せたい。ふわっと、そう、ふわっと。あんまりオーバー、そんなに、あんまり大きいオーバーしたくないな、みたいな。うんうんうん。ツーパット圏内に寄せたい。はい。はい。やっぱ高さが欲しい。そう、高さが欲しい。ふわっと。ふわっと。はい、はい、はい。うん。ね、一番難しいですよね。なんて言ったらいいんだろう。そう。でも一番はやっぱ緩む、さっき言ってた緩むことがあると思うので、うん、いかにしっかり振れるか、同じリズムで、うんうん、バンカー越えだろうが何だろうが、うん、全部同じ位置だなので、うん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 、だからゴルフってもう本当に案の定が多いことなので、うんうん、ここに入りそうだなと思ったら入っちゃう。だから自分でいかに自信を持って打てるか、はい、なので振り幅とかはもう自分自身が一番わかると思うので、うんうんうん、そこはあんまり強制したくないです。はい、なのでしっかり当てること、しっかり当てること、しっかりラフはしっかり当たないと飛ばないし、うんうん、まあ、飛びすぎることももちろんあると思うので、うんうん、だからゆこちゃんがどういう風なイメージで打ってるのか、うん、っていうのを逆に見せてください。はいはい、怖い。しかもそれを宮里プロの上でちょっと返します。打ってる。ちょっと重たいかもしれない。いろいろと重たいです。いろいろといろいろと重たいですうん、絶対重たいと思う。バンカー越えだと思う。いろいろ重い。このなんか、うん、いい感じに錆びてるのがちょっとかっこいいな。うん、バックスイング上げた時にもうすっごい揺れ揺れ。揺れ揺れ。うん、揺れ揺れ。揺れ揺れ。極端に言ったらこう上げるじゃないですか。うん、これなんかちょっと揺れてる、うん。しっかり固めないと。そうなんだ。そう。やばい、意識すること大事。だから今ちょっとこのクラブ重たいので、はい、とりあえず打っていただいて。はい、右角。そう。
しい。ちょっと一回いいですか。はい。これ別なので。なんかね、ちょっと宮崎とのね、オーバースペックス。重かったっすか。重たいよ。しっかりね。まずなんか緩く見える。あらららら。確かに私何にもあんまりできないんですよ。結構な頻度でクラブ握ってると思うんですけど、何にもできないんですよ。へー、ちなみにどれぐらいで握ってるのか、ちょっと見ようと。どれぐらい、はい、というと持ってるところをクラブでこう、グリッププレッシャーはどれぐらいかってことでしょう。そうそうそう。あ、でもあんま動かない。しっかり固定されてる。はい。あれ、え、違うんですか、いいこと。どうだろう、私いつもそれで、もうやっぱ、やばい。え、ゆるすぎですか。ゆるいかも、ちょっと。ゆるいんだ。もう一回。もうちょっとしっかり握ってみよう。こんぐらい？あ、それぐらい。結構、握る。ちょっとプレッシャー与えるために、30ヤードを待ってほしい。キャリー30ヤード、ちょっとやりましょう。はい。はい、え、ちょっと結構割としっかり握るんだな。うん、ガチャ。え、すごい。いや、なぜか完璧。今の今のナイス。もうパリ30だよ。そこすごい。ほんま強い。やっぱしっかり握ったの。しっかり握った。ちょっと素振りから印象変わりましたよね。全然違う。全然今しっかり入りました。あら、私普段全部のクラブ揺れてかもしれません。普段のでちょっと一発チャレンジして、いつもの握り、いつもので。結構緩いかな。あ、握った。全体的に緩いね。やっぱり全然違います。10ヤードキャリー違うし、もうちょっと握れんだ方がいいですね。多分あるあるだと思うんですけど、こう柔らかくグリップしなさいみたいな。そう、昔やっぱあんまり強く握っちゃったね。その加減がね、ちょっと難しいですよね。そういえば昔誰かに言われました。なんかトップで、うん、なんかここが折れてる。あ、そう、うん、あ、すごい空いてるよって言われて、え？ダメなのそれ？って今思い出しました。でも本当にしっかり握るだけであんなに変わるんですね。ですね。びっくりした。アプローチとかって割とミスがあるんですよ、うん、トップダフリーとか、はい、緩く握りすぎたのも、握りすぎてる分あるんですかね。逆にもっと緩くなってる可能性もあるし、急に力が入ってるっていうこともあるので、うん、ある程度しっかり握った方がいいのかなっていうふうに思います、ね、今文化は、うん、すごい。もう聞いてみましょうか。すごい。まさかのそういうところで、うんうん、素振りで違うもんね。なるほど。こうなんかちょっと出してくれ、もうまっすぐ行きます。え、いいの別に。OKOKOK。行きます。すごい。高さとか、ゆこちゃんの感覚はどうですか。ちょっと上げたいとか、なんかね、ちょっと開くのは怖くて、怖いですね。例えばなんかラフが深い時って、ちょっと気持ち開きますよね。開くってことはやっぱしっかり握らないといけない。あ、余計に。短く持って、うん、こんな余裕だったら、出るわけがない。なるほど、うん。重心を下に落とさないといけない。もし本当に上げたいんだったら。はい。最近夏ラフがすごいモシャモシャじゃないですか。確かに。そうだから短いなんかこの50、60とかでもやっぱり届かないことが多くて、うん、しっかりいつも以上にやっぱしっかり振らないといけない。なるほど。はい、ちょっといつも強めに、うん、はい、ちょっと開いてやってみる。はい。これこそちゃんと握ってね。そう、もうちょっといいかな。はい、はい、うん、よし。そっか、ちょっと当たったけど、うん、ちょっと待って待って。おー、ナイス。よかった。
だけで。おお、すごい。すごい、すごい、すごい、目をつけていただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そういうこと？やばい。練習、もうすぐ、明日ゴルフなんで。このカッターとカッターの入れ方とアプローチの距離感、グリッププレッシャーを意識して、あと上半身をしっかり動かす動きをやっていただければ、うん、はい、しっかりと。わかりました。今日は、ね、最初の方にね、この股関節のストレッチを教わったんで、うん、を意識しながら、ちょっとカッターをね、うん、入れる。めっちゃ動いてる。あのね、なんか使い方が分かってなかったらしいです。みんないろいろ、いろいろ違う観点からこう見てもらえて、うん、こう発見してもらえて、やっぱすごいですね。やっぱ、いやでもね、できてるからある程度教えられます、ね、本当にちゃんと理解もしてくれるし、いい生徒です。いや本当に、本当にもうなんか感謝しかないです。もうありがとうございました。はい、素晴らしい、素晴らしい。皆さん、チャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。